カイコは、小木カイコガ家に属する昆虫の一種。和名は、カイコガとされる場合も、カイコとされる場合もある。カイコガと呼ばれる場合も、幼虫は、カイコと呼ばれることが多い。幼虫は、クワの葉を食べて育ち、糸を分泌して、繭を作りその中でさなぎに変態する。この糸を人間が、繊維素材として利用したものが絹である。カイコは、 絹の生産のために家畜化された昆虫であり、野生動物としては生息しないとも呼ばれる。また野生回帰能力を完全に失った唯一の家畜化動物として知られ、餌がなくなっても自ら探したり逃げ出したりすることがなく、人間による管理なしでは生きることができない。蚕を野外の桑に泊まらせても、 餌のクワの葉を探さずに餓死したり、体色が目立つ白であるために、すぐに捕食されたり、腹足の把握力が弱いため樹力で付着し続けることができず、風で容易に落下したりして死んでしまう。成虫も羽はあるが、体が大きいことや飛翔に必要な筋肉が退化していることなどにより、羽ばたくことはできるが飛ぶことはほぼできない。他に家畜化されている昆虫としては、 西洋ミツバチコオロギ、ナミテントウなどがある。20世紀の調査では、カイコを意味する方言には主に次のような例があった。養蚕は少なくとも5000年の歴史を持つ。中国の伝説によれば、皇帝の孔、西梁氏が庭で眉を作る昆虫を見つけ、皇帝にねだって飼い始めたと言われる。カイコの祖先は、東アジアに生息するクワコであり、 中国大陸で家畜化されたというのが有力な説である。カイコとクワコは禁煙だが別種とされる。これらの交雑種は生殖能力を持ち、飼育環境下で生存、繁殖できることが知られているが、野生状態での交雑種が見つかった記録はない。一方で、クワコはカイコとは習性がかなり異なり、夜行性で活発に行動し、 また群生することがない。これを飼育して、剣歯を取ることは可能ではあるが、大変であり、むしろカレベルにおいて、カイコとは異なる昆虫であるヤママユの方が、剣歯を取るために利用される。五千年以上前の人間が、どのようにして、クワコを飼いならして、カイコを誕生させたかは、現在に至るも、完全には解明されていない。そのため、カイコの祖先は、 クワコとは禁煙だが、別種の現代人にとって未知の昆虫ではないかという風説が流布している。しかし、ミトコンドリア DMA の情報や全ゲノム情報をもとに、系統樹を作成すると、カイコはクワコのクレードの一部に収まるため、この仮説は支持されない。完全変態の昆虫である。孵化したての一例幼虫は、黒色でまばらな毛に覆われるため、毛ゴと呼ばれ、 また、アリのようであるため、アリカイコとも呼ばれる。クワの葉を食べて成長し、十数時間程度の眠りを経て脱皮する。二例以降の脱皮後も毛はあるが、体が大きくなる割に、毛はあまり育たないので芋虫様の虫となり、幼虫の体色や模様は品種によって様々であるが、通常は白く、頭部に目モンが入る。幼虫の白い体色が、 天敵に発見されやすいこともあって、幼虫は自然下では生育できない。また二例幼虫になる頃に毛が目立たなくなるのを、昔の養蚕家は毛をふるい落とすと考え、毛震いと表現した。各発生段階の解雇多くの品種の幼虫は、五例で終例を迎え、さなぎとなる。幼化が近づくと、体はクリーム色に近い半透明に変わる。 カイコは眉を作るのに適した隙間を求めて歩き回るようになり接触した餌をすべて糞として排泄してしまう。やがて口から絹糸を出し頭部を地型に動かしながら眉を作りその中で溶化する。眉の色や形は品種によって異なるが白い楕円型が一般的である。剣士は唾液腺の変化した剣士腺という器官で作られる。 後部腱子線では、糸の主体となるフィブロインが合成される。中部腱子線は、後部腱子線から送られてきたフィブロインを濃縮、蓄積するとともに、もう一つの絹タンパク質であるセリシンを分泌する。これを吐き切らないと、アミノ酸過剰状態になり死んでしまうので、蚕は歩きながらでも糸を吐いて、眉を作る準備をする。またサナギになることを要可というが、 幼酸化は化けナギという。砂木眉の中で、蚕の幼虫は丸く縮んで全幼になる。これはアポトーシスが体内で起こっているのであり、体が幼虫からサナギに作り変わっている最中なのである。その後脱皮し、サナギとなる。サナギは最初飴色だが、だんだんと茶色く硬くなっていく。羽化すると、ビブから茶色い液を出す。また、 口から絹糸を溶かす、タンパク質分解酵素を出して、自らの作った眉を破って出てくる。成虫は全身白い毛に覆われており、羽を有するが、体が大きいことや、飛翔筋が退化していることなどにより、飛翔能力を全く持たない上、興奮はあるが餌を食べることはない。交尾の後、やや扁平な、丸い卵を、約300粒産み、約10日で併死する。 カイコは、バチなどと並び、愛岩用以外の目的で飼育される世界的にも、重要な昆虫であり、主目的は、天然繊維の絹の採取にある。日本でも、古事記にも記述があるほどの長い養蚕の歴史を持つ。第二次世界大戦前、絹は主要な輸出品であり、合成繊維が開発されるまで日本の近代化を、支えた。農家にとって、 貴重な現金収入源であり、地方によっては、お蚕様といった半ば申請しした呼び方が残っているほか、養蚕の神様に順調な生育を祈る文化も見られた。また、一匹、二匹ではなく、一頭、二頭と数える。眉は一本の糸からできている。絹を取るには、眉を丸ごと茹で、ほぐれてきた糸を寄り合わせる。 茹でる前に浮かしてしまった眉は、タンパク質分解酵素の働きで絹の繊維が短く、切断されているため、紡績には向かない。専用以外では、眉に着色などを施して、工芸品にしたり、絹の成分を化粧品に加えたりする例もある。2017年、一般養産農家から遺伝子組み換えによって、誕生した緑色蛍光シルクが飼育、出荷された。 詳しくは、遺伝子組み換え開口を参照。ベトナムのサナギ、四川風のサナギの唐辛子炒め、韓国のポンテギーギヌを取った後のサナギは、熱で死んでいるが、日本の養蚕農家の多くは、鯉、鳥、豚などの飼料として利用した。現在でもそのままの形、もしくはサナギ粉と呼ばれる粉末にして、魚の餌や釣り絵にすることが多い。また、 貴重なタンパク源として、人の食用にされる例は多い。90年余り前の調査によると、日本の長野県や群馬県の一部では、土居などと呼び、佃煮にして食用にしていたと報告されている。太平洋戦争中には、長野県内の製紙工場において、従業員の服飾として、魚肉類の代わりに提供された。最初は特有の匂いもあって、なかなか手の出なかった。 従業員たちも貴重なタンパク源として競って食すようになりしばらくして数に制限が加えられたという。現在でも長野県ではスーパー等で産業佃煮として売られている。稲地方では産卵後のメス生虫をマユコと呼び、これも佃煮ににする。朝鮮半島ではカイコのサナギの佃煮をポンテギと呼び、露天商が売るほか缶詰でも売られている。 中国では、山東省、広東省、東北地方などで、山陽と呼んで素揚げ、煮付け、炒め物などにして食べる。ベトナムでは、NHNGT、メートルと呼んで煮付けにすることが多い。太陽国でも、北部や北東部では素揚げにして食べる。日本企業のエリーは2020年1月、カイコと牛肉を半々使ったハンバーガー店を開業した。 人に有用な栄養素を多く含み、飼育しやすく、さなぎの段階では内臓に糞が詰まっていないことから、長期滞在する宇宙ステーションでの食料としての利用も研究されており、粉末状にした上で、クッキーに混ぜて焼き上げる、一度冷凍したものを半解凍する、などの方法が提案されている。今では言われなければわからないほど自然な形に加工できるようになっている。 また、サナギの脂肪分を絞り出したものを、サナギ油と呼ぶ。かつては、食用油や、石鹸の原料として利用された。現在では主に養殖魚の餌として利用される。他に、爬虫類や、両生類など昆虫食動物を飼育する際の餌として生きた幼虫を用いる。その分野では、シルクワームの名で呼ばれる。ミールワームや、コオロギなどより、 栄養価が高く、また、水分の多い素材として重視される。解雇の遺伝子情報は解読されており、遺伝子を組み替えることにより、有用な物質の生産に利用することができる。大腸菌や酵母等、菌類を使用する手法と比較して、菌類の培養に不可欠で維持費のかかる、クリーンルームがなくても飼育が可能で従来から、培われてきた飼育法を活用できるとともに、 修率も優れているため今後の展開が期待される。昆虫病原子上菌に感染した蚕は死んでしまい、絹を取ることはできないが、漢方医学では転換やチューブあるいは傷薬として用いた方法が維新型などにある。1919年の脳症務省調査でも普通の蚕を含めて、 民間療法の薬として様々な病状の治療に用いられているとされている。白海湖を東京都南多摩郡や山梨県西山梨郡ではおしら様と呼んだ。九州大学は2020年6月27日に九州大学発のベンチャー企業である海湖と共同で新型コロナウイルスのワクチン候補となるタンパク質の開発に成功したと発表した。 2021年からワクチンの臨床試験開始を目指す。学術目的では変態やホルモンの生理学などのモデル生物として用いられる。解雇学として発展してきたことで飼育の歴史が長く生態、生理学上の知見が蓄積されており、系統も豊富に確立されているためにモデル生物としての価値は高い。エクジソンは解雇を用いて管理された。 代表的な昆虫ホルモンである。また、教育課題として、コの幼虫の飼育や、解剖観察を行うことも多い。九州大学では1910年頃から種の保存を、目的に450種類のコを繁殖している。この世界的に見ても丸な長年にわたる取り組みは、他者の追随を許さないものとなっており、新型コロナウイルスのワクチン開発において走行した。 日本に、蚕から糸を紡ぐ技術は、稲作などと、相前後して伝わってきたと言われているが、古来においては、様々な言い伝えがあり、日本神話が収められている。古事記日本初期の中にもいくつかが収められている。これらの神話はいずれも、食物起源神話と関連していることから、戦前の民族学者である、高木敏夫は、これは構成において、 シナの俗説に習って改ざんしたものであり、植物から作られた平白を用いる日本の神道には関わりのないことであり、削除しても良いくらいだと激しく非難している。だが、仮にこの説を取るとしても、古事記日本初期が編纂された7世紀の段階で養蚕が、すでに当時の日本国家にとって、重要な産業になっているという事実までを否定することはできないと言えよう。 今日ではこの神話は、東南アジアやオセアニアに広く分布するハイヌ上エレガタ神話の類型として認識されている。なお、カイコは、古事記下巻の仁徳天皇記に、再び登場し、漢人塗りの実が飼育していた。一度は刃虫になり、一度は鼓になり、一度は飛ぶ鳥になる苦しい虫を、皇后、岩の姫の命に献上する逸話が語られる。 三大実録によれば、中愛天皇4年に、真の志向11代の孫伊佐夫万王が捕来して、日本に住み着き、珍しい宝物である蚕の卵を奉検したとされ、豊浦宮が三種捕来の地とされる。伊味宮神社では、毎年3月28日に三種祭が行われ、1981年から、毎年、木と紬と旗織の実演が披露されている。 日本においては、危機などの私的な由来とは異なる、解雇の由来説話が存在する。東神時代の中国に書かれたとされる、創新記末十四には次のような話がある。この話をモチーフとしたと思われる伝説は、日本国内にも伝わっており、柳田国夫の、唐の物語にも、お知らさま信仰に絡んで類似した話が載せられている。ただし、 中国におけるストーリーとは異なり、娘は馬と恋愛関係となり、殺された馬の首にすがりつくなど娘と馬の関係が異なっている。ありがとうございます。